ち、ギャーギャーとうるせえな。騒ぐなら俺から離れた場所でやれよ。昼寝の邪魔だ。うわ、びっくりした。レオナ君、いつからそこにいたの？呆れた。仮にもオリエンテーション中に座席を一人で一列占領して横になってるなんて。さすがはロアドゥ・レオン、居眠りも堂々たる王者の風格だ。こいつの態度は開き直りっていうのよ。4年時の学外研修は必修科目、落とせば卒業できなくなるわ。少しは真面目に考えたらどう？もう申し込みは済ませた。え？申し込みは済ませたって、資料はさっきもらったばかりなのに？クローリーの長話の間に全部目を通して、研修先リストにあるアドレスから申請した。何せ、卒業がかかってる大事な大事な研修だからな。真面目な俺は、早め早めの行動を心がけたってわけだ。それにしたって決断が早すぎる。最初からどういうところにするか目星をつけてたのか？まあな。ちなみに、どこに申し込んだか聞いていい？夕焼けの草原にある、工業エネルギー企業の研究所だ。驚いたな。レオナ君が地質学に興味があったとは。広大な国土を持つ夕焼けの草原には、膨大な埋蔵資源が存在すると言われている。なるほどね。そっか。レオナ君って夕焼けの草原の王子様なんだよね。地元の役に立つこと考えてるんだ。偉すぎ。地元の役に立とうだって。逆だ逆。逆？あ、もしかして。たとえどれだけ使えなかろうが、自国の王子様に B 判定以下をつけるわけにはいかねえよな。第二王子なんてこんな時くらいしか得をしない肩書きなんだ。せいぜい地元に俺の役に立ってもらうさ。ええ？ほら、教えてやったんだからとっとと散れ。ふぅ。ちょ、そんなんあり？ずる。レオナはああいう言い方をしていたけど、工業エネルギー企業の研究所なんて、ごく一部の成績優秀者しか申し込み資格すらないはずだ。それが申し込めてるってことは、つまり、マジで俺らには何の参考にもできない話ってことね。レオナって、いちいち呂悪的な物言いをしなきゃいけない呪いにでもかかってるの？そんなところもロアドゥ・レオンらしいね。